バン・ウィリアムズはアメリカ合衆国の俳優である。1934年テキサス州フォートワースに生まれる。高校卒業後テキサスクリスチャン大学へ進学して経営学などを専攻するがその後ハワイへ移住し、1950年代半ばまでスカイダイビングのインストラクターとして活動した。 インストラクター時代にエリザベス・テイラーの元夫としても知られるプロデューサーのマイク・トットの面に留まり芸能界へのスカウトを受けてロサンゼルスへ渡った。1959年からニューオーリンズを舞台としたテレビドラマシリーズバーボンストリートビートへ出演したあたりから人気が出始め、その後もサーフサイド6などのテレビドラマや映画の両方でコンスタントにキャリアを構築。 1966年にさらに彼のキャリアで出世作となったグリーンホーネットのタイトルロールでもあるグリーンホーネットを講演してその人気を不動のものにした。同作品では香港出身のアクション俳優のブルース・リーと共演している。ちなみに1993年にジェイソン・スコット・リーがブルース・リーを演じたリーに関する電気映画ドラゴンブルース・リー物語では ウィリアムズもグリーンホーネットのディレクター役で亀尾出演をしている。またアダム・ウェスト主演の実写ドラマ版バットマンにもグリーンホーネットとしてゲスト出演した。2016年11月28日、フ不全により死去。82歳ボーツ、グリーンホーネットにてブルースリーと共にありがとうございます。